杉薬局、株式会社杉薬局は愛知県オフ市に本部を置く日本の薬局、ドラッグストアチェーン。現在の法人は杉ホールディングス株式会社、旧株式会社杉薬局の子会社。他のドラッグストアと同様に薬だけではなく、化粧品、日用品、食品、アルコール飲料なども取り扱っている。店名は、調剤を行っている店舗は、 杉薬局調剤を行っていない店舗は、杉ドッグ、ドラッグ杉として区別でき、調剤設備だけある店舗も存在する。もちろん、処方箋による調剤を行っている店舗や調剤を行っていない店舗でも薬剤師が常駐している。店舗では、薬剤師による販売を義務付けている、第一類医薬品の取り扱いのある店舗がある。調剤併設型ドラッグストアを中心に、 展開しており、調剤に強いドラッグストアとして一部の店舗では無菌製材質を備え高度な在宅医療を取り組み、拡大を図っている。超高齢化社会における健康寿命の延伸としての売り場展開、病気の進行を抑える調剤と QOL 工場に取り組む企業である。社名の杉は創業者の名字の杉浦と杉の木から採用した。コーポレートコピーは ちゃんとあなたと関係したい。なお、似た名称で、同じドラッグストア業態の杉山薬品、また創業者と同性の杉浦薬品があるが、両社と杉薬局との資本的、人的関係は全くない。店舗は愛知県など中部地方が中心だったが、2002年頃から関西地方にも店舗を増やし、2006年には埼玉県への出店を皮切りに、 関東地方への進出を始めた。近年では、2010年1 0 0店舗売上3500億円を目標に掲げ、積極的な M&A で店舗網の拡大を図っている。2006年に、ヤオコーから子会社のドラッグストア部門を譲り受けたのを、はじめ、2007年にはディスカウントストアのジャパンやイーズ化薬品を買収し、連結売上高で、 松本清ホールディングスに次業界2位となった。杉薬局、杉ドラッグ、ジャパンの店舗ブランド名で展開している。2017年9月1日より、愛知県豊明市の前後店で24時間営業を開始した。以降、名古屋市の東、新町店や大阪市の道頓堀東店など24時間営業の店舗を増やしている。 2018年2月現在、1105店舗、ジャパンを含むを出店。地盤の中部地方が1、3以上を占めている。ポイントカードを導入しており、紙製のバーコードが印刷されたカードを作ってもらうと、購入額に応じて、ポイントが付与される。基本は100円、税込み、以下同じで1ポイント、土曜日、日曜日、一部店舗は、月曜日と金曜日は、ポイントが2倍だが、 それ以上付与されるセールが頻繁に行われる。ポイントの有効期限は10年間と長いのが特徴である。それ以降は付与日き算で年ごとにポイントが執行する。ポイント数に応じて交換できるものは物品のほか、ANA マイレージクラブの航空マイレージにも交換可能である。なお200、2008年平成20年6月30日までは JAL マイレージバンクとも提携していた。 店頭では、クレジットカードでの支払いも可能であり、ポイントカードと兼用のスギカードという、定型クレジットカードを発行している、JCB ブランドは JCB が、ビザ及びマスターカードブランドはニコスが発行。この、スギカードでは、ポイントが常に100円あたり1ポイント増しで付与される。2018年、平成30年3月5日より、全国交通系 IC カード、 クイスプ、楽天エディ、ID、7個の各種電子マネーが全店舗で使えるようになった。それ以前でも一部店舗では種類を絞って導入していた。同年7月よりワオンでも支払えるようになった。ただし、交通系、IC カードのピタパは対応しておらず、使用不可である。また、各種電子マネーのチャージは対応していないため、事前に、 チャージ可能な店などで済ませておく必要がある。なお、ポイントカードとの併用は可能である。環境保護の観点からレジ袋の削減にも取り組んでおり、生産時に断ると2ポイントが付与された名古屋市内の店舗では、ポイントの代わりに、エコクーピョン1ポイントを受け取ることもできたか、店舗によっては支払い金額を1円引いていたが、2018年3月現在では、 ほとんどの店舗で廃止となっている。2017年11月7日、クズの花から抽出したイソフラボンを含む、機能性表示食品を摂取さえすれば、あたかも痩せるような広告をしていたとして、景品表示法違反、有料5人で、消費者庁から、再発防止措置命令を受け、た。SV 飲酒運転、2017年12月に、関西の SV が勤務中に、 車用車で飲酒運転をしたが、解雇処分にならなかった。ナレーションは、上田貞幸ほかが担当している。愛、地球博開催時には、タイアップ企画として、世界中のいろいろな地方の健康法を紹介しつつ、日本では、杉薬局というオチのものもオンエアしていた。テレビ CM では、店舗のトレードマークである赤い看板がいろいろな。 形に変わったりなどユニークな内容の作品が多い。ためか、そのような CM の場合は、フィクション性のある、ドラマ放映の際に表示される注意器のような断りが、画面隅に表示されることもある。東海地方の民放局で放送される、ラジオ CM では、ユニークなストーリー仕立ての広告を行うことで、有名である。TBS テレビ、がっちりマンデー。 2014年5月4日、放送分で当社の特集が組まれ、杉浦博和代表取締役会長、杉浦明子代表取締役副社長夫妻が、スタジオ出演した。日本テレビ系列、24時間テレビ、愛は地球を救うの、募金箱を、杉薬局グループ各店に設置している、募金の帰宅先は、中京テレビ。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。